あらさん、こんにちは。ゆひこです。それでは今回なんですけども、スマホ決済を安全に利用するための7つのポイント、今後キャッシュレス生活で覚えておきたいことということで、今回はセキュリティソフトなどのサービスで有名なトレンドマイクロという会社、あの、ウイルスバスターなどを販売しているところですね。そこがスマホ決済の安全性についてまとめていたページがありまして、まあ、結構わかりやすかったので、まあ、僕なりにサクッとお伝えしていこうと思います。 まあそもそもスマホ決済の不正利用の原因というのは大きく5つありまして、まあざっとこんな感じですね。まず丸一番のフィッシング詐欺による決済サービスの認証情報、ID とパスワードということなんですけども、これに関しては最近本当にフィッシング系のものって本当に目立ちますよね。で、丸二についてはこれは意外と該当する方多いのかなというふうに思います。まあ ID とパスワードの使い回しということで、まあ登録している全部の決済方法にて、 id とパスワードを一緒にしてしまってるパターンで結局全部一緒にしていたら芋ズる式にやられてしまうということですねそして4番と5番については記憶に新しいセブンペの事件の時に近いですねそしてここからは不正利用を防ぐための 7つのポイントですが、ここもサクッとお伝えします。まず1つ目、ネット上での情報入力を慎重に行うということで、もし何かしらのアカウントや、クレジットカードの情報を登録するときに、それはちゃんと正規のサイトかどうかを確認するということですね。もしかすると、そのウェブサイトはうまいことを広告などで誘導してきた詐欺サイトとかの可能性があるということですね。次2番目、アカウントを厳重に管理すると。まあ、先ほどもお伝えしましたが、決済方法によっては、 登録すするやパスワードを変えましょううとということです次、丸3番スマホに画面ロックをかけるこれはすでにされている方も多いと思います暗証番号、指紋、顔認証など自分じゃないと認証されないものなので、まあ、これで第三者が拾っても悪用されにくくなります 次、丸四番。高額決済が可能な決済アプリにはロックをかける。ですね。決済アプリによってはロックをかけることもできるので、まあ僕だったら LINEPay や、あとプリンなど、まあ Face ID を設定しているので、アプリを起動するときに自分じゃないとアプリ自体を開けないようにもなってます。次、丸五番は GPS、位置情報サービスと端末探す機能を有効にするんですね。これは紛失や盗難にあったときに使えるものですね。まあ iPhone だと iPhone を探す。Android だと 端末を探す、それぞれの機能を有効にしておくことが大事です。 そして、丸6番、安全な決済サービスを利用する。まあ、今まで、決済アプリが出ていますが、まあ、その中でも先日話題にもなっていた、2段階認証ですね。まあ、新しく出てきたアプリに、まず2段階認証、登録の時に2段階認証があるかどうかっていうのを必ずチェックするということです。そして、最後の7番、使わない決済アプリをインストールするということで、多分、現時点で使わないアプリもあると思うので、不正利用や情報漏えいのリスクにもなるので、 それが必要か必要でないかをご自身でしっかり判断してアプリを削除するということもありですよということですねこちらが今お伝えしたことの一覧です、まあ、今すぐからでもできそうなことばかりですね ま、ぶっちゃけここまで来るとめんどくさいと思う方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、明日は我が身なんで、自分で守れることは守れるように、そして日々の対策も必要だなというふうにも思いました。ま、あそんなこんなで今回はスマホ決済を安全利用するための7つのポイントについてお伝えしました。今回お伝えしたことはトレンドマイクロの公式ページを参照させていただいてますので、詳細が気になる方は下の概要欄に公式のリンクを貼ってますので、気になる方はチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。